日本東北地方秋田県秋田市、千秋千秋は秋田市中心部の地区。1966年4月1日に行われた住居表示実施の際に新しく作られた地名である。名称は地区中央の千秋公園に由来する。人口は4419人。秋田市の中央部に位置する。東を JR 大羽本線、南を広工う西、 北を旭川に囲まれた範囲で、久保田藩主佐竹氏の居城であった、久保田城の丸の内及び、城下資金の地域に相当する。東は手形、南は中通り、南西は大町、西、北は小殿に隣接する。以下の七町からなる。千秋北の丸郵便番号は010の0872。旧08辞名の北の丸から命名された。 久保田城北部の北の丸であった丘陵とその西側山六部、東側の堀を埋め立てた地域などで構成される。西部の八幡坂は江戸時代から存在する坂道で丘陵城と山六部を結んでいる。丘陵の頂部にはかつて藤倉水源地からの送水を受ける大木や浄水場があり、浄水場廃止後は秋田令和高等学校のグラウンドとして使用されている。 その他は主に住宅地で国鉄時代からの JR 鉄道アパートが建てられている。千秋久保田町郵便番号は010-0874。秋田駅から見て久保田城かもよりの一角であることにより命名された。久保田城南東部の三の丸や外堀に沿った重心屋敷町であった地区。北部に秋田県立農血管研究センターがある。 広小寺沿いは商業地で、その他にもホテルや老舗旅館、飲食店などが多い。現在、秋田駅西北地区と地区各整理事業が進行している。千秋公園郵便番号は010-0876。千秋公園そのものを外区としたことから命名された。久保田城の本丸、二の丸全体と内堀屋三の丸の一部を含む地区。 地区のほとんどを公園が占めるが、北東部の内堀跡には住宅地もあり、また北部の八幡山に秋田市立明徳小学校が立地している。八幡山直下を先週トンネルが貫いており、手形方面から先週宿見町を経て、小田の方面を結んでいる。千秋城下町郵便番号は010-0873。 久保田城北東部直下に位置することから命名された。上、中級家臣の屋敷町であった地区。中央部を手形立橋が東西にまたいでいる。ほぼ全体が住宅地であり、近年は高層マンションも建築されている。千秋中島町郵便番号は010-0871。旧字名の中島から命名された。久保田城の北部。 水木寺の旭川堀会により、旧流路と源流路の間に生じた停地で、かつては水害が多かった。西部に秋田県立秋田北高等学校があり、その他は住宅地となっている。千秋名徳町郵便番号は010-0875。当時名徳小学校が当地に居ましていたことから命名された。久保田城南部の三の丸重心屋敷町を、 中心とした地区。最も大規模に現存している二つの外堀があり、それらの間にかかる中土橋は、千秋公園の正面入り口とみなされている。かつて、秋田県庁としても使用された、加労渋江市屋敷跡に、秋田県民会館があり、同じく加労梅津市屋敷跡には、秋田市立中央図書館名徳館、旧秋田県立美術館があり、 また国学館高等学校、秋田中央警察署なども所在する。千秋宿見町郵便番号は010-0877。久保田城の別称である、八戸目城から命名された。久保田城西部、高城州、三國屋やおこびとの屋敷町や、兵具像の置かれた西久留和などであった地区。旭川沿いにホテル、老舗旅館などが立地するほか、 秋田県職員校舎や県営住宅、秋田令和高等学校などがある。ほどの川反り橋た元の土類に、高の松が、ほどの新橋た元の土類に、菅の松がそびえる。秋田生ハゲ農業共同組合の本部機構が、当地に立地している。一下はすべて住居表示実施に伴う変更である。千秋城下町、千秋木との丸。 千秋中島町の東端が JR 東日本大本線となっているが駅はない。しかし秋田駅が至近である。ありがとうございます。